こちらの句伝物は、一部不適切な表現がありますが、原文を尊重して読みますことをお断りいたします。交渉日第45回身延もおまんに別れを告げ、おまんは一人、銅像のところへ向かいます。さて、こなたは身延流作が、おまんが帰ってきまして、 夫がこれこれ申して私の死を止められ今更死ぬこともできずどうしたらよかろうこの苦しみをするもお前さんゆえ実にお前さんという方は情けないお人だと愚痴たらだら流作も気の毒に心得まして何とも答えはできませんのぶ奥様 あなたが死のうとおぼしめすのはごもっともでございますが恵く君のおっしゃるごとく若さまをお取り返しなすって試れんところへお身を隠し若さまがご成人まであなたがご丹精を並んではなりませんよ。手前は明晩清水の観音山の下で恵沼君のお手にかかって愛い果てる覚悟でございます。 果たし合いなどと申したところが、とてもは早江沼君に向ける鋼はございません。手前はもはや、三女番は相果てる身の上で、果たし合いのことをお聞き遊ばしては、かえってお胸を痛めますから、あなたは明朝早めにこの矢をご出立遊ばせよ。車を申しつけておきましょう。そのカバンの中に、ご存じのとおり、 蓄えのロンもございますが手前はもう半仙といる身の上ではございませんからおたしにはなりますまいがどうか残らず小さいかばんの中へ入れてお持ち下さるように願います。手前はあなたのお身に傷をつけましたからその天罰報い来たって直ちに明晩一命を絶た,たれます。 実にはや恐れ入りますが、名簿竜作が江沼君のお手にかかり、相果てた後は、ああ、いい君であったとお胸が張れましょう。どうかまた悪いやつではあるが、ないちにはお線香の一本もお手向けくだされば、あの世へ何よりの土産でございます。ついては、奥さん、あなた、 死をやめてくださいよ。と、さまざまなことを言いますが、おまんは、なんと答えもなく、ただ泣き言っておりまする。秋の長い夜ではありまするが、おいおい、東が知らんでまいりますうちに、午前の支度ができたと、煙の立つ炊きたての午前も、喉へは通りません。そのうち、旅支度をいたしまして、車に乗り、 おまんはこれから高崎を出まして前申し上げますとおりの道筋へかかり玉村から芝木崎大田と出てまいりました大田に芭蕉屋という宿屋がございますこれへ泊まることになりましたが何分キャーキャー尺が差し込んで車へ乗っていてもせつのうございますからこれへ泊まると 一時にしが起こりました。宿屋の亭主もいろいろ心配して「女の一人旅はどういうわけでどちらへおいでになりますのか」「ともかくも勤勉によい医者があるからと」と宿の亭主は親切者ゆえ駆け回り医者を頼んでくれたりさまざまに世話をいたしてくれましたがどうも全開いたしませんでとうとうこの屋に 7月からいたしまして8月末までおり8月27日にようやくのことで全開いたし長々お世話にになりましたと言うて持ち合わせもありますから多分の礼を取らせまして車に乗ってこの矢を出ましたがかえって胸に触って悪いからそろそろと歩いた方がよかろうと思い車を降り 小さいさかばんを下げ片手にはコウモリガをつえにしやっとのことでかの栃木県下の乙女村までまいってみるとなるほど地蔵山宝恩寺というお寺があってそのむこうによしずばりの茶店があるからそこへ行って「はいごめんなさいましごめんなさいまし」ごめんなさいまし。 はいおいいおでなさいまし、えー、そこは湿っておりやすからこっちなほえおかけなせ空曇ってやすから降りそうな安兵衛でごぜえやすはいまことに卒じではありますがあなたは桃ど殿とおっしゃいますかええ私は桃蔵と申しやすそんなら 元あなたは江沼様のお家にご奉公をなすったお方でございますかはいよくご存じで徳川様の自分にご奉公いたしましたが戦が始まるという騒ぎになってお屋敷の皆さんが駿府へ引っ込むので私も国に帰ってめいりやしたがしようがないのでこんなはあ肩諦めをして どうやらこうやら暮らしておりやすが、元を思うと今は変わりましたな。元ならば若いご心祖さんなぞが一人で往来のできやせん、物騒で、今はああ、どこを歩いても大丈夫な世の中になりやしたから、一人で歩かれ、それに車もありやすからね。さようならば、 こちらに恵沼の医師仁太郎がご厄介になっておりますことを聞きまして出ましたがどうか私に仁太郎をお渡しくださるように」と言いながら懐からかの書面を取り出し「これは証拠の手紙でございます」「はい」と手に受け取ってみると見覚えがあるので。 これお札まあここへ行こう。こないだ旦那様が置いていかしった書きつけを持ってこうし。だがあなたはまあ仁太郎を引き渡してくんのとおっしゃるのはもしあなたは江沼様の奥さんでごぜやすか。はい私は江沼の奥でございます。と言われて は大いに驚きまして、ええ、いやはやどうもそうでございますかここではお話ができやせんまあこっちへおはんなせお札江沼さんの奥さんがおいでなすったのだよいやはやたまげやしたよくまあおいでなせいやしたさまあおわがなせえましよ旦那様は どこにおいででごやす。はいヌマは高崎においででございますが私はお別れ申してこちらへ参りましたこちらは東蔵殿はいさて奥様まことにはあすみやせんことができやしたそりゃまたどういうことでございますか第 46回へ続く。